山城鬼雲は、やや大型の鬼雲類の一つ。山野に普通に見られる。山城鬼雲ネフェスコナスキュラカーシュは、雲目、小金雲か姫鬼雲属の雲で、この属では、大型の雲である。大きな円号を張る。体長は、メスで12から15ミリメートル。体色は、変異が大きいが、典型的には、高褐色の雲である。東京部では、頭部が、 特に濃い色になっている。腹部は前が幅広い卵型で、肩の隆起はなく、滑らかな形をしている。ふわしは目だったところはなく、鬼雲のような強い差しはない。腹部の模様には変異が大きい。普通は全体に気化色で、腹部中央から後方に左右に波模様が入って、内側が色濃くなる、いわゆる洋上紋が焦げ茶に出て、 その周辺が薄い色になって反紋が浮き出る。しかし薄い色の部分が大きくて全体にまだらになる、例や全体に暗い色になる例、逆に全体に明るい色で反紋がほとんど見えない、例などある。全く違って見えるものもある。全体に褐色で前方中央に白斑が浮くものを、背白型、あるいは逆に全体が白っぽくて、洋上紋がなく、中央後方に、 褐色の反毛を残すものを後黒型という。覆面では中央やや後方に一体の白斑があるのが特徴となっている。オスは8から10ミリメートル、全体にメスに似るが一回り小さい。特に足が長く見える。優勢中央柄な炎毛を垂直に張り、その中央に止まっているのがよく見られる。大柄な炎毛を張る雲の多くは夜間のみ網を張り、 昼間も網を張っていても片隅に隠れていて、昼間は姿を見せないものが多いから、昼間も網の上に見られる。大きな縁網の雲という範囲では、最もよく見られる雲と言っていいだろう。ただし網の枠糸の端に身を潜める場合もある。年一過生で、七から九月に成熟する。日本ではほぼ全土に見られる。山夜にはごく普通で、森林内、林園、道端にも見られる。 自然の多いところでは、人家周辺にも見られるが、あまり人為的な環境には出現しない。近縁の種では、安田ニグモ N マルタプラキャンズがあり、外星紀などで区別できるが、見かけはよく似ている。ただしこの種は日本では、津島と島根県からのみ知られる。焦げ茶グモは、比較的よく見かけられ、形も似ているが、普通はほとんど反問がない。また、普通は、 夜間だけ網を張る。トカラ列島以南に分布する赤足鬼雲へ N ビジェロンスもよく似ているが、やや不足の色の濃い部分がはっきりしている。いずれにしても生殖期では明確に異なっている。鬼モ類の大型から中型のものは他にも数多い。その多くが腹部の形状突起を持ち、この種にはこれがないことで区別できる。 同族の普通種で昼間も見かけるものとしては、薩摩の実魂や土用鬼雲などが普通種だが、いずれも一回り小型で、特徴がはっきりしているので混同することはない。ありがとうございます。